死ねえ！
来てみましょう、飛龍さん。
さあ、抜けや、ヒトちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん、俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです。今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい、ほいや、ひどー。うわYeah!
覚悟はできてるよな。ええ、飛龍さんならこの金なんか使わずに同情会を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたように。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直、こうして戦えることが嬉しいですよ、桐生さん。来い！俺が登場界という大門の重さ、きっちり体で教えてやるぜ。行くぞ、桐生！どうした？まだまだ。それじゃあ現場操作の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや宗像清四郎、お前の野望はここで終わりだ。覚悟しろ！
立つんだ。
Ugh!